第10節、P 波と S 波の速さ。前の説では、初期微動を起こす P 波と、主要動を起こす S 波について学びました。この説では、その P 波と S 波の速さについて学びます。まず、問い位置で復習してください。 地震の揺れのうち、はじめの小さい揺れを初期微動といい、縦波の地震波を P 波といいました。P 波は地震波の名前で初期微動は揺れのことです。P 波が到着すると初期微動が始まります。地震の揺れのうち、 初期微動に続く大きな揺れを主要動と言い、横波の地震波を S 波と言いました。S 波が到着すると主要動が始まります。問いにをやってください。P 波は固体中でも液体中でも伝わりますが、S 波は 固体中では伝わりますが、液体中は伝わりません。問い算をやってください。P 波は地表近くの岩石中では、およそ6から 8km 毎秒の速さで伝わります。6から 8km 毎秒というのは、 一秒で6から8キロメートル進むということです。音の速さが秒速およそ3 4 0ルですからおよそ20倍の速さです。とても速いですね。S 波は地表近くの岩石中ではおよそ 3から5キロメートル毎秒の速さで伝わります。P 波の約半分の速さですね。問い4をやってください。そして問い5をやってください。これでこの説の説明を終わります。